さあ続いてはあいつこんなこと言ってました、はい、テレビラジオ雑誌ブログツイッターなどなど有名人が調子をぶっこいて話していたことを作ってもらう企画でございます。ラジオネーム三平。有吉さん、スキャットマン淳こと稲川淳二の早口野郎がウェブインタビューでこんなことを言ってやがりました。私はね、夏の風物詩になりたいんだな。だから普段はテレビに顔を出したくないというか、夏以外の季節はテレビに出るのをやめてしまったんだな。嘘つけ。夏の怪談番組しか呼ばれねえからってオファー断ってるふりすんなよ。逆にかっこ悪いぞ。まあチューブの前田さんと同類になりたくないのはわかるけど、前田さんだってお前と同類にされたくねえんだからな。ギトギトの油ゼミ同士仲良くなっておまけよ。ぶたくちゃ言うなおい。ギトギトの油ゼミ。いやー、このコーナーだからさっきも言いましたけどね、あの芸能人が言っていたことをチクってもらう企画なんですけど、ね、この人らのね、思いがね、のっかりが大きく主観の部分が多いですよ、これ。あ、そう、本当にこんなこと言ってたって会話はもうなくなってます。なくなってます。FM 見えでかいカマキリ。芸能界一のイケメン実力派俳優こと三重春の野郎がグリーの公式ブログにてこんなことを言ってやがりました。ダメでした。馬券はダメでした、うん、新潟最終レースも硬かったし、うん、2週続けて勝つぞと思ってましたが、今年は本当ダメです。これから飲み会で発散してきます、うん、あ、舐めてんのか。顔面クソガッパてめえ全然懲りねえな。しかも負けたのに飲み会って何言ってんだ。また細木和子先生にぶち切れられてインポテンツにさせるぞ。けど三重春、お前いいところもあるぞ。現実でもグリー内でも全然友達がいない俺がお前に友達申請を送ったら友達になってくれたな。俺の初めての友達だ。ニアル、俺と友達だぞ。もしまた競馬負けたら連絡くれよな。友達だからお金貸してやるよ。友達申請してるの OK してくれんだ。ちくりの部分が少ないですね。少ないなんかね。ラジオのペケミニ、テコキ、ボッキ、ベッキーこと、ベッキーの野郎が、ツイッターで、久々のプリクラ、100円で衣装貸しますって言うから、挑戦してみた。炎上覚悟で掲載します。ごめんなさい。と、AKB のコスプレで、おちゃらけてる姿をアップしてやがりました。おい、ポジティブス。お前、それで AKB のつもりか？ふざけんじゃねえ。どっからどう見ても出てきたらちょっとラッキーなイメクラ嬢じゃねえか。その格好でギンガムチェック歌いながら俺の金玉チェックしてポニーテールでシュッシュッとしごいてみろ。したらな、ヘビーローテーションで通ってやるわバカ野郎。ああ、こんなイネクラ嬢に会いたかった。なんだよもう。なんだよって。ヘッキーのこと結局好きだっていう。好きなんですね。大好き。ちょっとラッキーなイネクラ嬢ってあげよう、はい、ラジオネームペケミニ、アリさん、嫁がうすら痛いようこと杉浦太陽の野郎がブログでこんなこと言ってました。イベントで杉ちゃんと一緒だった嫁のブログを見て一言、これダブル杉ちゃんやん。あー、くそくだらねえ。こんなしょうもねえざれ事なんかお前んちの常識知らずのバカ嫁に直接言ってるバカ。ありふれたバカ夫婦のお決まりの円満アピールですか。ヘドが出るわ。いいか、有吉さんがこの前ツイッターでこんなこと言ってたぞ、うん、帰宅、バレー、体操、シンクロ、卓球、サッカー、ああもう大忙し。聞いたか、同期の芸人が彼女作ったり結婚していくのに浮いた話一つなくてな。寄ってくるのは一人相撲好きの春馬富士ずらしたババアばっかだから、こうして小さい幸せ拾って孤独に満足してんだぞ。有吉さんはてめえの幸せでそろばん弾いてるような腐れタレントなんかな。有吉さんの沈下煎じで飲み上がれバカ野郎。その通りだバカ野郎。おい乗っちゃったよ。2個あげるわ。2個悲しいな。どうしようかなーって一つぐらいにしますかね、はい、うん、ラジオの三平、あれさ、室伏広治のストーカーこと小田裕二の熱血野郎が唯一のヒット曲ラブサンバディのバージョン違いだけを12曲も集めた究極のクソベストアルバム、うん、ラブサンバディ完全版を発売する模様です。どれ山本もどき。お前いい加減にしろよ。
何が悲しくてもズコーと北ゴリラがネバネバ歌ってる歌を12回も連続で聞かなきゃいけねえんだよ。地獄じゃねえか。お前は鼻声で音痴で作詞能力も低いんだからよ、歌手ごっこはやめてドラマの現場で嫌われてりゃいいんだよ。お前が海猿の続編山猿に出演する日楽しみにしてるからな、頑張れよ。すげえ、ラブサンバディ完全版出んの。完全版出ますね。一枚あげましょう。そそられるの。以上ブレイク。